せ、ミオリ様。ライダー、貴殿、今度は一体何の？もう、ミオリ様ったら。あ、び、あ、ですからね。お忘れにならないでくださいよ。ああすまない。ダメじゃないか、イオリ、ちゃんと呼んでやらないと。ひと事だと思って。で、何の用だ、アリア。まあ、何の用だなんて、イオリ様ったら釣れないお方。用も何も、私今日からここに住まわせていただきますのに。うん？か？だって愛というのは一つ屋根の下で育むものなのでしょう。私がイオリ様と共に暮らすのもおかしなことじゃありませんわよね。いや、おかしい。却下だ、却下。ああ、貴殿と協力するのはいいのだが、さすがに家に迎え入れるとなると話は別だ。なぜ？確かに織姫と彦星のような会えないからこそ育まれる愛もありますが、あの二人だって一時共に過ごしたからこそ深く深く愛し合えたのですわ。もしかしてイオリ様、私と愛し合うのがお嫌なのかしら。そういう意味で言っているんじゃない。だがアリア、貴殿ははぐれの英霊だろう。ならば紐づいた土地、上野を長く離れては危ないのでは。ああ、魔力の供給が断たれれば本来の力も発揮できまい。私をおもんぱかってくださるのね。けれどご心配には及びませんわ。ミオリ様が魔力をくださるのなら、私全然平気ですのよ。だがやめておけ、はぐれのライダーよ。さっきもイオリ自身が言っていたと思うが、イオリのような希代の解消なしを好いたところで君が不幸になるだけだぞ。ん？私と君を共に満足させられるほどの魔力をイオリは有していないということだ。悪かったな、解消なしで。そうでしたの、わかりましたわ。私のせいでイオリ様のお体に触りがあっては妻として失格ですものね。妻。残念ですけれど、トモネの夢は諦めます。わがままを言って申し訳ございませんでした。ああ、いや、こちらこそすまないな。他の頼みなら聞いてやれようが、トモネは少し。本当？他のお願いならば聞いてくださるの？まあ、どんな願いかにもよるが、他のお願いとは何だ？以前お話ししたでしょ、私が探し求めているものについて。ああ、
この世で一等美しいものだったか。ええ、あれからずっと探してはいるのですが、これだというものには出会えなくって、そこで当世を生きる伊織様に目利きをお願いしたいのです。美しいものの目利き、いいのか俺で。とても目が肥えているとは言えないが、伊織様が選ばれるものならば、それはとっても美しいと思いますわ。はあ、まったく難題だな。最善は尽くすが、あまり期待はしないでくれ。美しいものか、どんな品を集めてきたものか。何を集めればいい？せめて鏡か玉かぐらいは決めてくれまいか。では美しい命をくださいませ。命？鮮やかでみずみずしくて、一目見るだけで心が躍るような命が欲しいのです。きっとこの町でも手に入るはず。私楽しみにしておりますわ。美しき命、ダメだ、見当もつかん。俺もだ。だがこの町にあるという話ではある。ひとまず町を歩いてみるとしよう。何か目につくかもしれん。お、これは。伊織、何をしている？行くぞ。ああ、すぐに行く。私の求める美しいもの、どうか見つけてくださいまし。どこで落としちまったってんだ。ん？あれは。あの男、困っている様子だな。どうしたのだろう。お守りを落とした？ああ、親父の形見でな。肌身離さず持ってたんだが。もしやこれか。先ほど近くで拾ったのだが。それだ。 ありがてえ、ありがてえ。持ち主が見つかって何よりだ。これから先気をつけるといい。あんたらは俺の恩人だ。うちの干物をじゃんじゃん持ってってくれ。おお、魚の干物か。いいな。美しい命ねえ、なぞなぞ遊びかい？
よく来たな、雑種。また来るがよい。ナータ、寄ってきな。美しい命か。この辺りの猫たちはどうだろう。そこの方、この辺りで三毛猫を見なかったかい？三毛猫か。いえ、見かけませんね。なるほど、飼っていた猫がいなくなってしまったと。ええ、通りのお棚が吹き飛んだ晩から天で姿を見せなくなってね。巻き込まれたんじゃないかと思って気が気じゃないんだよ。吹き飛んだお棚というと。探してみるか。路地裏はまだ見ていないから、いるならそのあたりかね。背の模様がちょっと変わっていてね、見ればすぐにわかるはずだよ。普段の猫か。背の模様、おばあさんの言った通りだ。無事だったか。よし、連れて帰るか。逃げられた。ああ、もう何をしているのだ、イオリ。怖がらせてどうする。いるといい。また逃げられてはかなわん。待てー。よーし、捕まえた。鮮やかなものだ。さすがだな、セイブ。犬だな、これは。私とあろうものがこんな。イオリに笑われた。この屈辱たるや、なんという。ならば手を選んではいられん。イオリ、先ほどもらったあれを使う。なるほど、それは道理だな。
待て、ヨリ。よし、見つけたぞ。腹は減っていないか？ほら、ここにうまい干物があるぞ。はあ、これで一件落着か。二人とも本当にありがとうね。いや、君の猫が無事で何より。手間をかけさせてしまったろうから、ちゃんとお返ししなきゃね。いいえ、それは筋を通したまでのこと。そうは言ってもね。ああ、そうだ、いいものがあるんだよ。代わりにこいつを持っておいき。ほほう、これは菓子か？トゲトゲしている。これはコンペイトーか。ご内儀、こんな上等なものを。ただのもらいものだよ。さ、遠慮なんてしないでおくれ。うむうむ、良いではないか、より。ああ、ではありがたく。よし、それでは探し物に戻るか。美しい命、美しい命。美しい命。お主の隣に美しい女子がおるではないか。どうした？命は皆美しい、そういう開き直りではダメか。お助けを。狼藉か。ふむ、これも何かの巡り合わせなのだろう。さあ行くぞ、より。さっさと金を出しやがれ。そこまでにしておけ。てめえら邪魔すんじゃねえや。邪魔だ、引け。やっ
スは私たちが片付ける。セイバー、すぐに行く。僕の手見せてやる。頼む、任せろ。私に続け、より。ここだ、終わりだ。鋭き揺るがぬ血のごとく、終わりだ。味わうといい。終わりだ。受けてみろ。気を見せたな。畳みかけろ。鋭き揺るがぬ血のごとく、決める。この力必ず生かそう。はあ、俺の大事な品物がなんだってこんなことになっちまったんだ。少なくとも命は拾っている。そう気を落とすな。ちくしょう、あれがどれだけ高価な品か知らねえからそんなことを言えるんだ。大枚はたいて仕入れたコンペイト、一つ残らず土まみれになっちまって。コンペイト、私たちも持っているぞ。ほらな、た、頼む、それを譲ってくれ。他の品物全部持ってっていいからよ。いや、さすがに全部というわけには。何か一つと交換でどうだ。何があるかな。私は美味なるものなら何でもよいぞ。待て、この魚は。ああ、お目が高い。金の鯛なんて珍しいだろ。今日のためにと知り合いがくれたのさ。そいつでいいなら持ってってくれ。鮮やかな金色の鱗、新鮮でみずみずしい身。ライダーの望む命、これはどうだろう。わからないが、こうも見事であれば彼女もうなるかもしれん。渡してみるよりあるまい。うん、コンペイトとこの魚を交換だ。貴殿のお眼鏡にかなって何よりだ。よかったな、イオリ。神美眼を褒められたことなど未だかつてなかっただろう。だがこうしてお墨付きをもらったんだ。これからは慶眼の使徒でも呼んでくれ。これならきっと私は。おい、アリア。あら、どうかなさいまして、イオリ様。あ、おう、いや、なんでもない。今はこれ以上の詮索は予想を。なぜだか猛烈に嫌な予感がする。さて、ライダー、あいにくとこの長屋に君の居場所はない。悪いが今日のところは上野に。それならご心配なさらないで、
セイバー様、私納屋や馬屋でだって眠れますもの。伊織様からいただいた品々がそばにあれば、私はどこでも幸せなのですわ。うん、そうか。まあいいのか。同じ家で暮らすわけでもなし。いや、よくない。むしろ何をもっていいと判断したんだ。それではそろそろおいとましますわね。つかの間の逢瀬、とっても楽しめました。またお会いしましょうね、近いうちに。セイバーは違うと言っただろう。アリアも決してそういった相手では。でも逢瀬とかなんとか聞こえたけど。今度こそ兄ちゃんにもこの世の春が。だからこの調子では先が思いやられそうだ。やるな。イオリオ、帝から受け取った礼装忘れてはおらぬだろうな。機会があれば活用するさ。まずは霊脈へつなぐんだったな。ん？もう何も言う必要はないようじゃな。任せたぞ。なんじゃと？あたりの奨励地がおおよそ敵のものになっておる。待ち構えている連中もいるな。伊織一人では難しそうだぞ。着実に日本橋へ進む。裏を取られた時には任せるぞ、セイバー。まあ良いが、気をつけろ。私とて一度に仕留められるのは群れ一つだ。ああ、それでいい。さっさと片付けていこう。見よ、魔力を失った貝が消えたぞ。また新手か。あの霊地から溢れ出る魔力の量たるや。どうやらあそこが元凶のようじゃ。敵の増援が続くのはまずい。手を打つべきだな。来たな。敵の霊装だぞ、イオリ。このままでは不利を覆せない。こちらにも霊装はあるが。うん、破れる結界があるようじゃ。ひとひねり入れたか。
良いぞ、より。とく片付けよう。私の力で。我らが地。セイバー、いけるか。任せておけ、より。しかと片付けてきてやったぞ。敵か。油断せず行こう。我らが地、敵。水の方、血の方。始まったか。
よりの揺るがぬ血のごとく受けてみろ決めるここだ見つけまい受けてみろ活目せよ頼む任せろ私に続けよりまた一つ強くなれたかこの程度朝飯前というあれだみよ敵が引いていく術師相手の勝利あっぱれじゃ攻撃とセイバーのおかげだよさあ日本橋へ着くぞ何かあるのここの熱気これまでのいずことも違うなうおうおがうおがしだあまりはしゃぐなここの連中喧嘩っ早いという話も聞くここは人が多いな。これなら敵の噂にもたやすくたどり着けそうだ。運の巡り次第ではそうだな。何を弱気になっている。そんな心構えでは得られるものも得られまい。そもサーヴァントとは英雄英傑、並ならぬものである。見たものがあれば整列に目に焼き付こう。きっと噂になると見たぞ。道理ではあるが、セイバーも浅草では噂になっているのか。さあ聞き込むぞ。この魚河岸は江戸で一番の魚市場さ。江戸の台所はだいたいここでまからってんだ。
らない。いらっしゃい。また来てくれよ。行くぞ、ヨリ。ん？見ろ。ふむ。ふむ。ふむふむ。随分と興味深げに眺めているな。おっと。待たせたな。行くぞ、ヨリ。この橋はね、江戸の中心にあることから日本橋って名付けられたそうなの。え？日の本中の大工が集まって作ったから日本橋なんじゃないのか？違うって。橋の上で日の出を楽しめるから日本橋だろ。あれは癒されるな。いらっしゃい。ありがとうね。また来ておくれよ。いらっ。また来ておくれよ。あそこに見えるわ。町のみんなに今の時を伝える時の鐘さん。この鐘、もともとは江戸城にあったやつで、音が大きすぎるって理由でここに移されたんだと。何の国か分かるのはありがたいけど、その管理のために銭を取るのは勘弁してほしいよ。どうじゃ。いらっしゃい。それじゃあね。まずは。
すまない、尋ねたいことがあるのだが。はあはあ、ここらで聞いた目立つやつの噂ね。それなら一つおあつらえ向きのがあるぜ。おお、そうなのか。俺が聞いたのは他でもね、とんでもねえ浅草界隈の借金取りについてだ。ほう。なんでもそいつは取り立てに手段を選ばぬ冷酷無慈悲なドゲドらしくてな、二刀を使う浪人者らしい。俺だ、それは。近頃じゃ見目麗しくも恐ろしきあやかしを刺激して借り手を脅してるとかなんとか。見目麗しくも恐ろしきあやかし、貴殿だそれは。なるほど、それは凄まじい話だ。他の人物の噂はないか。他？他っつってもそんなに多くは。ああ、そうだ、ついさっきここ日本橋で俺この目で見たんだよ。何をだ、橋の神か。いや、見たことねえな、そういうのは。偉人だよ、偉人。偉人、偉人か。確か海の向こうの異教のものだ。例えばランサーあたりはそう呼ばれるな。ああ、それなら俺もさっき見た、あれだろ、南蛮船の船乗りとかいう。噂通りおっかない連中だったよ。道の真ん中を歩きやがるしよ。日本橋に偉人か。長崎の出島ならず日本橋に偉人、定成功でさえ異例だが、それ以上だな。なんだ、あんたも偉人が気になるのか。それならこの先に行きゃいい。あいつら熱心に何かを聞いて回ってたしな、急げば追いつけるんじゃないか。この辺りで異国のものを見たと聞いたんだが。ああ、あのしつこい船乗り連中のことだろう。やつらならもう行っちまったよ。あいつらやたらと吉原のことを尋ねてきてな。やれ、場所はどこだ、どうすれば車に入れるとか。吉原の、あんまりにしつこいもんだから、ろくに答えず追っ払っちまったけどな。しかしあいつらやけに必死だったな。車遊びってのは偉人も虜にしちまうのかね。船乗りたちは吉原に向かったのか。いや、どうだろうな、まだこの辺りをうろついてると思うぜ。俺が話を打ち切った後は五人ヶ原へ向かってったかな。どう見る、より。海の向こうより騎士者たち、吉原で遊びに狂人とする手合いか。あるいは目立つのも構わず敵本拠に探りを入れる連中か。直接聞くのが早いだろう。五人ヶ原へ行くぞ。
鋭き血の肩され弱い相手では気が乗らん。受けてみろ。いや、ここだ。勝ったな。ああ、勝ったな。私の力で。少年の曲がったやつめ、命が惜しくねえって言うんか。てやんでべらぼめ、一丁前に刀なんて差しやがってよ。てめえ、なんだこの騒ぎは。通れぬぞ。おいおい、今いいとこなんだ。押し通って水を差さねえでくれよ。そうそう、喧嘩を止めるなんてやぼよ。役人が来るまで見ていきなって。ま、あの男今にも剣を抜きそうだ。やれやれ、先を急ぐ身なんだがな。仕方ない、さっさと収めよう。これ以上の騒ぎはごめんだ。やんのかこれ。なんとか無事に済んだか。喧嘩は江戸の花とどこかで聞いたぞ。うまくいってよかったな。おい、なんだと。少しいいか、話を聞かせてもらいたい。ん？俺たちに一体何の。待て、こいつはマスターだ。サーヴァントを呼ばれる前に捕らえる。おっとするな、誤算の紹介員を呼べ。顔を知られている。いささか不用心なんだろうか。打ちのめしてからいろいろと聞き出すぞ。より受けてみろ。おいだ、もらった。水の肩、血の肩。Yeah!
よし切れ水の方、死の方なかなかやる。それにこの小さいのは何なんだ。サーヴァントだ。撤退、総員撤退。しまったな、逃がしたか。逃げ足の速い。吉原がどうと言っていた。ならば狙いは太夫と師匠か。確かめれば良いだけだ。捕らえて思惑を吐かせてくれる。勢い余って殺すなよ私は器用な太刀だ、任せろ。ま、こんなものだろう。よりあちらだ。ノロノロしていては逃げられるぞ。ほれ待て、セイバー。ここらの霊地の後始末が必要なんじゃ。また霊脈への接続を立てと。追跡の途中だぞ。確かに霊地の魔力は捨てがたいが、見よ、浅草から日本橋まで道程が丸分かりじゃ。このままさらに進めばお前たちも本拠も襲撃されかねんぞ。確かに助言に従うが吉だな。遅い、敵が逃げてしまう。追うぞ。どうしたセイバー、矢庭に歩き出して。何やら怪しい気配がある、怪異ではないようだが。ついてこい、より。気配をたどる。セイバー待て。なるほど、やはり気がかりは吉原に召喚されたはぐれでしょうか。何はともあれ、よくぞここまで調べ上げました。兄上にもしかとお伝えするように。は、はぐれ、はぐれの英霊。あの者たち、義に関わりがあるのか。吉原に召喚されたというのはあのバーサーカーのことだろうが、盗み聞きとは感心しませんね。その気配、セイバーとそのマスターのもの、ここで戦うつもりはありませんでしたが、力を測るにはちょうど良い機会かもしれません。さて、向こうはやる気のようだが、どうする？ここは迎え撃つのみ。行くぞ、セイバー。では、小手調べと参りましょう。は？
こっちだ。任せろ。押し切り。受けてみろ。水の流れのごとく、より抜けるなよ。見えた。避けるなよ。いつでもよいぞ、より。このくらいで十分でしょう。どうやら思いのほか腕が立つようだ。この件は兄上にもお伝えしなければ。逃げたか。尋ねたいこともあったが。妙なまじないを使っていたが、あれは何だ？陰陽道だろう。あの風祭、陰陽師と言われればうなずける。陰陽師、古より日の本において牧戦や暦の策定、祭祀などを取り仕切ってきた術者たちだ。彼らの使う陰陽道は
大陸の思想をもとに独自の発展を遂げた魔術系統。ただその前世は平安の頃であり、徳川の世にあってはかつての権勢もない。そう聞いている。妙に詳しいな。光玉に聞いた話だ。セイバーには馴染みがないか。馴染みはないが理解はしたとも。術者がいくら集まろうと敵ではないぞ。セイバーにはそうかもしれないが、熟達した術者の群れは厄介だ。義にどう関わっているのか、彼らを追い、それを探るのも手ではあるが。今ではないな。他にやるべきことがある。欲を張れば本来の目的を失う。アブも取らず、ハチも取らずだ。そうだな。ここは先を急ごう。彼らとはいずれまみえるかもしれん。覚悟はしておくことにしよう。おお。よく片付けよう。避けるなよ。死のか、古時水の流れのごとく。というあれだ。行くぞ、より。揺るがぬ血のごとく。受けてみろ。見えた。ひどき揺るがぬ血のごとく。もらった。
つ強くなれたか。この程度、朝飯前というあれだ。悲しいな。うい、集め。